第204飛行隊は航空自衛隊南西航空方面隊第9航空団霊下の戦闘機部隊である那覇基地に所属し戦闘機に海 -15JDJ 連絡機に T-4 を運用する同航空団霊下の第304飛行隊と共に南西諸島全域の防空を担う戦闘飛行隊である 第204飛行隊部隊マークのイングルヘッド1964年12月1日、航空自衛隊4番目の海 -104、J 飛行隊として、ニュータバル基地第5航空団霊下にて発足。自衛隊法84、1985年には、航空自衛隊3番目の F-15、J 飛行隊として、部隊改編を行うこととなる、ニュータバルにて、 ナ -104 の運用を終了した後、百基地の第7航空団霊下で、ス -15 部隊として再編成。約24年間の長きに渡り首都圏防空を担った。平成17年度中希望に基づき、2008年末に沖縄への移住が決定。翌2009年1月に那覇基地への部隊移住を開始し、第83航空隊霊下へ編入。三月には、 第302飛行隊から任務引き継ぎを完了し、日本最南端のイーグル飛行隊として任務を再開した。舞台マークは白頭和紙の横顔を描いたもので、イーグル・オブ・イーグルスという意味を込めたとされる。八つのカ羽と下部三つの金カ羽で、第83航空隊を表すようで在院されている。ニュータバル基地に所属していた頃は、青と黄色縁で、 第5航空団共通の5マークをかたどったデザインであった。舞台章は大きく羽を広げた白頭足の上を海マイナス15がコントレールを引きながら沖縄本島を周回しているデザイン。また、胴体はミスティックイーグルと呼ばれる北欧神話に登場するワルキューレをノーズアートとして描いていたことでも知られている。大所属の現役整備員が考案し、後に著名漫画家や イラストレーターも制作に参加した。塗装は、戦技競技会の出場期に対して行われ、96年以降は、シリーズ化された、毎年進化する、美しいデザインは関係者の注目を集めたが、2003年度の競技会を最後に描かれていない、12月2日回マイナス104仙義家庭開始、11月28日、ホットスクランブル2000回達成。 4月16日回 -15 発配備。4月23日回 -15 による初訓練。実施。6月21日回 -15 準備飛行隊。新設。12月1日部隊総隊20周年。記念式典を実施。6月10日回 -15 での航空総体戦技協議開発参加。12月2日回 -15J による大量空振藩措置任務付与。 9月4日ミサイル富士発射事故。1月19日那覇基地への移住完了。第83航空隊霊下に編入。3月12日第302飛行隊から任務引き継ぎ。大量空侵犯措置任務を開始。9月9日から東、シナ海での日米共同訓練に参加。ありがとうございます。